国内有数の花火大会として全国の花火師が集まる袋井遠州の花火が4年ぶりに昨夜、袋井市の原の矢川親水公園で開かれました。華やかな大輪が夜空を彩り、大勢の人たちがその美しさに魅了されていました。一夜明けた今朝、パチンコ店を展開するマルハンは、社会貢献活動の一環として従業員と家族が参加して会場周辺で清掃活動を行いました。参加者はおよそ1時間半にわたってゴミを拾い集め、汗を流していました。暑い中ではあるんですけども、みんないい顔して楽しみながら拾ってたんで、とてもいいことができたんじゃないかなと感じてます。マルハンは明日も沼津市で鹿野川花火大会の清掃を行う予定で、今後も地域に貢献していきたいと話していました。